東京都30代の女性からです。昔好きだった人がずっと忘れられないでいます。当時お互い思い合っていたことを知らず、後から両思いだったことを知り、あの時告白していればとつい思い返してしまいます。どうしたら前に進めるでしょうかと。今独身で恋人がいないんだったら、まあ、いてもその人と別れた後にすればいいと思うんですけど、行ってやり一からやり直せばいいんじゃないですかね、うん、久しぶりに会ったらおー違ったーっていう可能性も想像と違ったーっていう可能性もありますからね30代になると。そう、 そうですね。お互い結婚していたとして既婚者でそう思ってるんだったら、単純に自分の今の生活にあんまり満足いってないっていうことなのかもしれないですけど、ね、そうですね、うん、堀さんいかがですか。聞いてないです。びっくりするでしょ。本当にいつもこうなんです。おかしいっていう顔だったんで。絶対流れ的にいきますね。恋愛の話。私が25年やってないやつをもう一回思い出すのよ。私が恋愛の話。ぜひぜひ。何だったっけな。いやいやいや。あなたならどうします。ま、あの世帯持ちでこういう状態だったら、まあ、もう全然、うん、あの大丈夫ですけれども、うん、独身だったら、ま、一応探しますよ ね、 連絡しすね。お友達、うん、みんなでこうネット界隈を探してもらってSNS がありますから何でもございますからね。探しやすいですね、はい、みんなでふーんこんなんなってるよどうするってことですよ ね、 ね、うん、え鈴木さんはどうするされるんですか。ちょっとどうしようかなって、やっぱり既婚じゃなかった。いやでもなかなか今の考えの一番楽しいですね。お茶してんじゃないんだよ二人とも。ファミレスにいるんじゃないの。何やってこの友達をこうつながる。なんで二人増えちゃったの。もしもしもしっていうのね。そうもしじゃない。スーさんの結婚かみたいに聞いてもいいですか。結婚か50なんですけど50なんですけど、なんかだからやっぱスーさんもこっからやっぱりいい方いればっていうところとか、ときめきから、あの別にいい方がいないから結婚してるわけじゃなくてすいません、あのちょっと前まではするかしないかみたいなことをうーって悩んでた時期もあったんですけど、今は法律婚はしませんっていうことで、うん、自分のパートナーも納得してるんで、うんうん、名前変えるのが嫌ですよ。選択的に夫婦別姓がかなったらしてもいいかもしれないですけど、なるほど、ね、めんどくさい。そこはありますね。めんどくさい、ね、あとやっぱり家父長制的なものに対する嫌悪がすごく強いので、そこに自ら入り込んでいくのはちょっと無理ですね。だから今のままだともう結婚というもう形は、はいはい、スーさんはもう取らないし、選択的夫婦別姓になった時に、財産とかあと病院とかああいうことの煩雑さを回避するためにそれを、やるっていう可能性は全然あります。うん、もうそれはあくまでお互いが年取った時に病院行くのに家族じゃないんでとかいうことが起こらないようにっていう意味ですね。東京都姫熊さん、頑張った時に食べたいご褒美スイーツなどこれだって何かありますか。スーさんは、私はロイヤルって言っちゃった。もう一回いきます。そうですね、すいません、ありがとうございます。パフェで有名な九州のあたりからやってきたという噂のあの例のオレンジ色の憎いやつ。頑張ったなっていう実感があった何日後かにそこに行く場所があった時は、まあこれも今日は食べてもいい感じじゃないですかね。ここのところの出来高を見るとっていう言い聞かせるパターンです。あ、なるほどなるほど、いいですね。私はもうお蕎麦ですね。はい、え、お蕎麦、何、スイーツももちろん、スイーツはでも常にじゃないですか。別に交尾感覚じゃないかも。なんか日常ご褒美スイーツ、お蕎麦、逆にお蕎麦がスイーツ感覚なの。お蕎麦スイーツ感だから、ご褒美の時のご褒美感覚で食べるというと、沿線上にいい立ち食い蕎麦のがこうありましてね、はいはいはい、だって駅で、駅です、春菊乗せて泣きながら食べてるんですよ。本当やばい、マジで。春菊の乗ったそばの写真が送られてくるんです。何の涙なんですか。美味しいの涙、あったかくてやっぱ体が美味しいっていうのと、もういろんな思いが、そばで3ヶ月頑張ってきた仕事の後とか、もうクーって泣きながら食べて、ガラスに自分の顔が映るっていう、はい、いい人生です。
鹿児島県50代三本の妻さんからです。私はこの年になっても人見知りで、いわゆる雑談をするのが苦手です。初対面の人でもフランクに雑談ができるようになるためにはどうすればいいでしょうか。といかがでしょうか。無理じゃね。意外にあのスーさんが初対面の方があまりこう得意じゃないですね。人が好きじゃないんですよ。あら言い過ぎ。知らない人が苦手なんです。だから初対面の人がとても苦手で、うん、できるだけ知らない人に会わないで生きていきたいっていうところがあるんで、逃げ回ってますよね、うん、スタジオから知らない人できるだけ減らしてくれとか言ったり。そうですか。私にね、まだいるまだいるって LINE が来る。すごい意外でした。でもそういう時堀さんはすごいんですよ。もう窮地の友のような顔で寄っていって話ができるから、よっ天才ってこうわーっと送り出したんですよ、こう鍵から。そうですね、すごいよ。でもまあみんなにわーって行くわけじゃないですよ。みんなにね。だからこの人とはどれぐらいのものを話すんだろうとか、距離をちょっと縮めるだけでいいのかとか、会った瞬間この人とこのぐらいの話でいいかなみたいなのは思いますね。相手のを読むよね。そうですね、相手の人がどれぐらいを望んでるかをちゃんと読むから。でもそういうのってもう才能じゃないですか、うんうんうん、私はその才能がなくて、知らない人を私と喋りたがってるだけでも超怖いので、諦めた方がいいよ。無理無理、すっごい疲れたわって言って帰ってふてねっていうのが一番だと思います。本当なんか分かる。なんか、ね、あの年々やっぱりでももう無理なものは無理だなっていうところは、私もなんかあのだんだんあのアナウンサーだから誰とでも喋れるでしょ、うん、みたいな感じで思われるところもありますけど、まあ、だんだんやっぱ年齢重ねてもうちょっと喋ったけど盛り上がらないからもういいやってこうあのスンって閉じてもいいんだなみたいなのをなんか最近ちょっとこう、ま、学んできたというか、なんかそれでもいいんだなって分かってきた感じがして。でもそういうことなんですね。若い時はねちょっと頑張ってみて。そう、若い時やった方がいいと思うけど、30代いっぱいはやってもいいんじゃないですか。ただ42ぐらいからですけど、私は突然あこれが多いかっていうような疲れが出てきたので、そっからはなるべくやらないようにして。もうダメージが大きいから回復するのにすごい。ね、本当に、ね、本当に私たちね、あの苦手なことはやらないようにしようっていうのは、はい、思ってます。チャレンジもトライもするけど、やりたくないことはやらん。トライできないことはやります。やめましょうっていう、ね、そうですね。ダメだよ、もう取りすぎだよ。メガバイトもったいないやつ。こ